汗から雨混じりの天気、ジメジメした嫌な暑さになっています。知らず知らずのうちに額ににじむ汗を拭きながら、観光客は雄大な砂丘の散策を楽しんでいました。この暑さの中、欲しくなるのはひんやりグルメ。砂丘のすぐそばにあるかき氷専門店三角氷。ここで一番人気は、氷の上にプリンを乗せ、さらに氷、生クリーム、プリンソースで全体を覆うように仕上げた砂プリン氷です。粉末のカラメルを砂に見立てた鳥取砂丘だけの味なんですよ。暑い夏になってきて、またコロナも落ち着いてきて、お客様が戻ってきましたので、夏に向けて当店だけで味わえる砂プリン氷を皆様に楽しんでいただければなというふうに思っております。今日も山陰地方は気温が上昇、10の観測地点で今年最高、12の地点で真夏日を記録しました。今後も気温が高い日が続く中、気をつけなければいけないのが熱中症です。時に命にも関わる、医師はその危険性を指摘します。熱中症の重症分類には1度から3度までありまして、3度までになると、意識状態が落ちて自分で呼吸ができない場合によっては心肺停止となるような事案もあります。こう話すのは、鳥取大学医学部附属病院高度救命救急センターの上田隆博医師です。やはり湿度が上がってきて、自分の体が不快に思ってきたとき、そういうときがやはり熱中症になりやすいときなので。上田医師は、熱中症は決まった時期ではなく、自分の体のサインを感じ取ることが重要と話します。しかし、熱中症の症状である吐き気や頭痛があっても気がつかない人も少なくないといいます。最近多いのが高齢者の屋内での熱中症です。夜間の気温も十分高くなって、寝てる間に発汗して熱がこもって、就寝中に熱中症発症しているという場合も少なくないです。では対策として何が必要なのか。室内ではエアコンでの温度調整や扇風機などで適度な風に当たる。屋外では、例えば炎天下での作業の場合は、適度に日陰に入り水分補給をするなど、予防的な行動が大切です。またコロナ禍だからこそ気をつけるべきこととは。コロナ禍で外の環境に対応する力が落ちているっていうのはあると思います。なので、今まで通りにもうちょっと外にいても大丈夫だろうって思うときに、早めに日陰に入る、あるいは早めに帰宅する、早めに水分を取る、すべてが早め早めの対応をするということが大事だと思います。こうした中、熱中症対策グッズの売り上げが伸びています。あ、気持ちいい。ちょうどいい冷たさで、首元からじわじわひんやりしてきます。イオンモール比叡津内にあるこちらのお店で、去年爆発的に売れたというアイスリング。この商品、28度以下で自然凍結するため、冷凍庫で冷やす必要がないんです。使い方は簡単で、首にかけるだけ。結露しないので首元が濡れることなく、何度でも繰り返し使えます。またサイズも様々で、大人用や子供用、ペット用まであります。ちょうどいい冷たさが持続するというのが特徴なので。28度以下で凍る商品は他にも、クッションやリュックに装着するものなどもあります。今年は早めに3月の末から入荷させていただいて、今ちょうど売れているところです。誰もがなりうる熱中症、意識と対策が必要です。